前回魔物使いでね、いい勝負したんですけど、おお、かっこいい。何度見てもかっこいい。おお、ああ、いいね。何度見てもかっこいい。うわ、何度見てもかっこいいな、これ。この演出はかっこいい。何度見ても。Ladies and gentlemen。バトルのファンの皆様、長らくお待たせいたしました。ここに最強戦士もう噛んでもうてる神々ですよ、あなた。あ、またなんか前回と一緒だね。モリーまた来たね。ついにって毎日やってんでしょ、あなたも。あなた毎日やってたでしょ。なんかこの前も同じこと言ってましたよ、あなた。お、誰？急になんか髪の毛めっちゃツンツンしてる。誰この人、なんか髪の毛ツンツンしてるわ、こいつ。最強選手の称号譲れないぜ。お前誰？今まで街で見たことないよ、君。あ、ってことはあの人が最後のライバルになるってことですね。ってことは前回と違って、前回の二人と違って、一人だけってことは、公平。ってことは、モブが3人。じゃあ、戦士初めてだな。やったよね、戦士ほとんど。なんかさっき見たぞ、これ。なんかしかもなんか、のび太の、のび太のなんか服借りたみたいになってるぞ、お前。ジャイアンが。この2体で、とりあえずまあ、なんかこの前もそんなことしまう。なんか前のパートも、もう前のパートもそうですけど、なんかもう、とにかくとりあえずもう、スライムと白こそ入れるっていうこのスタイル何なんですかね、本当にね。さあ、物理で押すパーティーの登場です。スライムと白こそ。もう物理しかないじゃん。こんなんしたら詰むよ、こんなパーティーしてたら。相性でまず、戦士相性が発動します、多分これ。で、さらにここから、ミニモンスターチーム発動。で、力が、これで戦士相性。で、さっきミニモンチーム。で、さらにモリーレンタルチーム30相性です。これ確か。これは覚えてた。そう、戦士相性、ミニモンスターチーム、モリーレンタルチーム。これこれ。そう、30相性パーティーです、これ。これは有名かな。めっちゃ有名なテンプレ。超テンプレパーティーでお相手いたします。よろしくお願いします。なんだよ、この超テンプレ。読まれるっちゅうのに。よーし、行くか。いやー、戦士全然わかんねえな。よし、とりあえずまあお互い物理殴るんで、もうひたすら叩き合いますよ。戦士レベル負けてるし。いや、どうなんだ、主人公全然わかんない。あ、間違えた、押せなかったんだ。灼熱ミンター。いや、岩飛び悪魔強いんだよな、結構。あー、よかった。でも痛恨出ない。あ、クックルバックファイヤーね。クックル原作レア補助特化。よし、さあ主人公いきます。カブト入れます。カブト割りって言うんだね。へえ。お、さあ昇進者が今回も活躍いたします。いいね、守備力上げていきますよ。さあ向こうが何をしてくるか。レッパ切り全体に、うん、まあ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 、ここは一気にゴリましょう。2ターンでネグワークは 2ターン撃破いきます。2ターンを狙います。いいね、いい効き目。さあ行きましょう、スラストライク。せーの、会心の一撃だ。素晴らしい。冷たい気。あ、まあ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 。いや、向こう、てかみんななんか遅いんだよな、このパーティー。そもそも。選手のパーティーって遅くなりすぎる、基本的に。組み方がわかんない。ケンケン、卓越客。うわ、足が伸びる。伸びるね。よし、縦無双いきます。これでいけるか？よいしょ、オッケー。いいね。相手次第ではもしかしたら、
おい、お前もう剣持っとる、怖い怖い、物騒やで、剣は下ろして、剣は下ろそうよ、僕羽ついてるだけやから先生羽ついてるだけだからさ、お前剣は下ろした方がいいよ、危ないよ、リアルファイトだよ、リアルファイトします。先ほどから思うんですけど、静止愛情皆さん発動させてあげてくださいよ、ちょっとみんな愛情虫で組むなよ、わかるけどな、好きなモンスターで組みたい気はわかるけどさ、もうびっくりしたわ、ホイミスレームあったっけみたいになってたんだから、こっち最先よし、行きましょう、先制攻撃、まずスラスターエイクいきますよ、最新出してこー、あー、ダメか、溜める、カブトゴザーはね、溜めるを筆頭にね、そこそこのね強いキャラなんで、まあ、属性耐性がちょっとかわいそうやけど、それにしたってまあ強い方ではあるからね、あ、向こうも山賊の持ってるのかってことは、カブト割りってことは、よし、でも資料小僧や、オッケーオッケー、シュベック坂もどうせビビるギリ上げます、こっちはビビりながら切れば上がるんですよ、ビビリギリエイいいね、シュベック上げていきましょう、さあ主人公も兜ありです、お父さんの力全然物理で押しすぎなんだよこの人たち、おっ、ホイミする、まあ確かにそう今のご時世ここまでホイミで回復したら怖いだろうな、今のご時世ホイミで300回復したら怖いでしょうね、でもこの時は当たり前ですよこれが、でホイミで400ぐらいだったっけ、熱風弾全体に風、おい、知ることないっす。いいよ。爆裂剣嘘嘘嘘、はい、せーの、おろおろおろ、ちょっと待ってくれよ。待って待って待って。まあ、本日ね、のね、爆裂剣はね、昔からあるから、あの、スケバトでもあるからさ、見れるよな、確か。いいよ。カブトアリ行きましょう。で、カブトアリー、はい、あんまり聞いてないな、カブトこそ無事に強いしね、あ、勝ち上げだ、これが強いんだよね、結構な回心差あるよ多分これ、おー、でも溜めた割には弱かったね、戦車相性では上がってんのか、そもそも、せーの、はい、いいね、ここから一気に押し切ります、稲妻剣で与えて、こっちが1回動いて終わりです、こっちが1回動いて終わり、ここで盾無双ですいけ俺の盾な勝負あり、いや、ツッコミどころ多いな誰だこいつ待って、その持ってる武器なんだ、その主人公は、そう、僕魔物使いはともかくとして他が分かんないんだよね、あんまり分かってないんだよね、だから、うん、メジャーどころは知ってるし、モンスターのことは覚えてるんだけどな、主人公の方はあんま覚えてないんだよね、スラストライク行きましょう、会心ですよー、うん、まあ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 、コード013、おお、何？氷塊を生み出して、よいしょーい、ラッキーラッキー、いいですね。さあ、昇進者の力、外れたんだけど。外れましたね。ビビリギリが外れましたね。ビビリギリが外れる。まどろみギリ、あ、まどろみの剣か、それ。眠らせるってやつか。寝なかったね。で装備がそっくり。ステップを踏んで、カブトアリー。はい。ああ、物理耐性が高い。クロスカッター。これはで第三の技じゃない？剣を投げていく。まだわかんないな。全然わかんないまだ。いい勝負だなこれ。向こうが早い。クロスカッター。ボルブル強いんだよな。戦士で相性がちゃんと発動してるのか、さあ会心ですよー、あー物理耐性的にきついのか、どうしても、こっ
こっちは物理に耐性がないからね、基本的に。シール小僧以外は。あー、痛いな。さあ、ビビリギリで、いけ、よいしょー、いいですね。いいよ、いいよ。まどろみギリ。火力はそんなないんでしょうね、これ。ただ、ラリ砲の、あ、いい、火力結構あったぞ、これ。ねえねえよ、オッケー、しっかりしてますね。カブトワリー、よいしょー、一気に押し切りまーす。え、向こうの、え、あ、賢者の石だ。ってことは HP 回復？あー、賢者の石いいな、確かに。でもこちらは、剣と盾ですよ。私もです。奇遇だね。やっぱりキラーマシンが神谷に弱い。ラッキーです。さあ、お互いね、使って、ボーガーの乱射、避けていく、いいですね。スライムが避けるのはでかい。スライムは本当に避けるのがね、生命線だから。ただこれ次のターンで決まる感が結構出てきてるぞ。ちょ、待って、どうなってんの、ミストガードか。へぇ。せーの、おりゃー、いいね。このターンをしのげば楽だぞ。このターンしのぎたいな。よっしゃいいね。クロス切り、痛恨食らうなよ。よしよしよし、まあ、痛恨食らってない、痛恨食らってない。大丈夫、大丈夫。オッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。どうしても主人、この戦士の主人公は遅くなっちゃうから。よし、最後。どっちか。どっちか決めたって。どっちかが決めれば勝ちだから。よし、ミラクルフラッシュが決まった。勝負あり。さあ、決勝戦まで行きましたね。流れ掴むと一気に決着ってことはなかったですね。パワー全開で勝つ大輝選手、お前誰マジで。ストーリーに全く絡んでこなかったよね君。前回も。まあでも強いんだろうな。まあ僕はこのモリーレンタルチームで、舐め腐ってんだ。モリーレンタルチームで決勝まで行くって。決勝のチーム何が来るのかい？うん、あらな。ああ、こういうタイプか。ああ、これはやすごいね。ちゃんと戦士相性した。戦士相性タイプですこれ。決めた。向こうがそんなにでっかいんだったら、俺は小さかった。さあ、いよいよ決勝ですよ。お互いもうブズリでゴリ押すパーティーになってますが、HP は向こうの方が上、どんだけひっくり返せるか。これが重要です。いきましょう。全部 A。 これ全部 A だね。ボストロールに攻撃を当てることができれば、こっちは後が取れる。え、うおおおマジかよ。まさかのいきなり向こうぶっ込むね。ミラクルハッシュが良かったかもしれないね、これ。もしかしたらボストロールにさせろ。はい、さあ、カブトアリボストロールに吸い寄せて、みんなみんなあの巨漢を狙え。おらー、さあ、スーパーハイテンション来るからね。コークスクリューブラウン、いたー、いった。こんな来るの、強い。大丈夫、シール構造で。またボトロール、はい、外れた。外れんの、これはいい勝負だぞ。何来んの、カブトアリか。これ避けてほしいな。避けろ、痛い。痛い。ちょっと待って、やんやんやん、外せ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 、いやー、うん、今なんかすごい現象が
待って、そんなことあるんだ。あ、なんだ。あ、忘れ合いか。あ、終わった。いや、俺の連打見せて。行くぜ。行くぜ、連打連打連打。それはあの時点でもう負けだっただろう。ちょっと待って。おう。あ、これ、そうそうそう。ボストローだ。むしろこれだよ。さっきの何だったの？よし。向こうの勇気がどうなんだろう。向こう、スバゼレ勝ってるってことは、勇気ではやばいかもしんないもんね。このターンでゴリ押せない？難しいか、さすがにな。さすがに難しいか。いや、諦めない。このターンに決めれば。ミラクルフラッシュ！目を開けていられない。このターンに決めることができればいい。ステップを踏んで、カブトワリー！よいしょ！素晴らしい攻撃です。俺は奇跡を信じる。お、あ、奇跡ないな、これ。あ、これ奇跡ないな。いや、大丈夫。このターン耐えて次動けば勝ちなんですよ。あーと少しだな。ただ、向こうが多分勇気溜まってる説あるな、これ。避けない。いや、でもそもそもこのターン耐えれんのか？そもそもこのターンを耐えれんのか、これ。いや、やばい。ここで避ければいい。うお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 エンドマヌーサって何だったんだ。俺、お前ゲームかかってたよね。お前何パー引いてんだ、じゃあ。おい、待て待て、お前ゲーム枠引いたよね。お前何がどうなってそんなもう弾けんだよ。